対馬を探索。オプション。おう、対馬グニ。はてなはてな。対馬をめぐって水戸の地を見つけろ。どんどん。これが物語。物語を完了して、これなんてもんやろうな、メイドのメイに人でクロードかな、クロードの噂が広がれば新たな素材や能力が手に入る。へえ。まあとりあえず物語をどんどん進めていけってことか。クロードの噂が広まると新たな技を得得することができると。はあはあ、私が今ここにおるってことね。次の目的地を選べば風が誘ってくれる。あー、そういうこと、ね、広っ、対馬広っ。なるほどなるほど、これが石川先生か。褒美、あ、弓矢や弓術。あ、じゃあまずは一番近いここから行ってみるか。でもユナのとこ行くんやったら別に別に別れる必要なかったよな。こっち行こうかな、さっき石川先生。せっかく別れたし。で、これを押すと、風が？ああ、なるほど。こうやって風が。諸葛亮やん。諸葛孔明や。東南の風やな。赤壁の戦いで、風吹かせましたけど、その能力が使えるんや。なるほど。あ、なんかいろんな。金剛寺。小松の火事場、いろんなんあるね。あ、すごい。あ、広。嘘。待って、このゲーム果てしなく広いぞこれ。とりあえずじゃあ宿で石川のこと尋ねてみるか。よし、はいや。で、四角でもちゃんと切れると、はいはいはい、いいっすね。これジャンプとかできるんかな。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あれあれ、もうこの拠点やって、小川道場の敵を一掃しろ。あ、なるほど。生き延びような。あ、なるほど。多分このアイコンついてるのが、まあいわゆるメインストーリーと、まあこれを進んでいけば、まあ必然とエンディングに向かうことができるけど、こういうふうに、まあサ、多分これサブミッションやね。褒美が技量がアップするのかな。技量と、あと金に。金がプラス2って書いてあるんやけど、うん、こういう、まあ、サブミッションみたいなやつもクリアしていかないといけないと。まあそういうことやね。登り旗を取り戻せ3つ。まあだからメインストーリーだけ進めてもいいんやけど、まあこういうサブミッションとかをクリアしていくことによって、より主人公たちを強化させて、まあ、強い武器とか物資とかを手に入れることができて、まあ、よりね、メインストーリーが、まあ、進めやすくなるっていうことやろうね。うん。まあ、なんで、今こうやって、実況収録してますけど、まあ、もしかしたらね、生放送とかで、こういうサブミッションをやるなんていうのも、もしかしたら今後やっていくかもしれないので、はい。引き続き、お楽しみにしといてください。早速、この小川道場を救いますか。こっから入れそうやな。あ、なんかバレる。あ、あそこに敵おるんや。あ、すご。忍者みたい。じゃあちょっと救ってみますか。あ、あそこの監視台におるやつ倒さんとまずいんかな。どうなんやろ。ここの倒木から進めそうやけど。よいしょ。あ、私これ暗殺できるんやったかな、後ろから。やってみようかな。殺してくれと言わんばかりの。え、暗殺はできひんのこれ。
ごめんなさい、急に。逃げ場がないぞ。ふんふん。ちなみにこっから落ちたらダメージ食らうとかあるんかな。旗を取り戻せって言われてもな。これ暗殺はで、あ、なんか暗殺ってもしかしてこれか、ここかな。これやろ、闇討ち。これ技を得得しないと使えないんやろうな。じゃあもうとにかくどんどんメインストーリーもやりつつバレてるやん。バレてるやん。あ、鉄とかね。矢が落ちてる。あ、これか。はい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 。登り旗、この旗を回収していくと。こういう野生の馬みたいなの乗られへんのかな。あ、乗れるんや。これでじゃあ一応暴れれるっちゃ暴れれるんやな。何これ、羊？何これ、え、羊？何これ、え、怖怖怖。何この敵、痛い痛い痛い、何やこいつら。何こいつら、怖い怖い。何これ、は？新たな素材。あ、獣、獣の皮。マジ怖いって。もうあんなに襲われるん。お、武士16。やっぱりあれやね、こういう要所要所のサブミッションはクリアしていかないとやね。うん、だいぶ武士もらえてるんで。あ、なるほど、これ開けれるんや。これ中から出てけへんよな。大丈夫これ。物資がめっちゃ落ちてるね。よしよしよし。あ、なんかやばそう。これなかなかおらん、これ。大丈夫か。さっきめっちゃ強かったな。え、死んではるやん。すまない。物資はもらっていくぞ。鉄が落ちてる。これだから暗殺ないと隠密でクリアするんは難しいんやろうな。だってあいつバレるもんな普通に。いやー、これ結構きついで。体力もうないし。てかさっきの犬みたいなのやばかったんやけど。ほんまに。
旗がどこにあるかやな。あとはお、なんかある死体そのままやし。ああ、鉄か。あ、これあと一個や。どこやろ。真ん中かな、真ん中っぽいな、この。まあ、とりあえずあの上の弓を片付けるか。うわ、やばいな、バレる？バレそう。あ、まずいか。あ、めっちゃおる。あ、バレた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 。やばいやばい。またおるんやけど、あの黒い豚みたいなやつ。何かい鳴らしてんのあれ。やばいやろ。旗どこやろうな。こっからじゃ目視できんな。とりあえず旗さえ取ったら帰りたいんやけどな。弓欲しい。なんなんあいつマジで。馬かな、馬。この馬で蹴散らすか。いやあ！いた。俺の名前は酒井仁。どういうわけだかこの屋敷の中から旗が一個あるような匂いがプンプンするぜ。ここに来るのは初めてさ。ああ。だが、とんでもない人数がこの屋敷には隠れている気がする。なんか旗のありかがわかる気がするんだな。こっちか、なんか匂うぜ。プンプンよ。うわー、びっくりした、うわー、びっくりした、バイオハザードかと思った。ゾンビかよこいつら。びっくりした。急に上手くなってる気がする。あ、それ拾おうかな。上かこれ。どうしよう。発射やっちょ。これやっぱり闇打ち、闇打ち必要やな。闇打ちないとこれしんどい気するわ。あ、これダメージ食らうん、これ闇打ち必要やな。だからやっぱりこっち行こうかなと思ってたんやけど、さっきこっちやな。うん、これやな。別れたのに。こっちの、この闇打ちっていうんかな。耳すまし闇打ち、闇打ちか。これ必要やわ。これないと、ぶっちゃけあれやってから本当はここに来るんやろうな。うん。そんな気するわ。無理やりこっち来てる感否めないもんな。そちらの精鋭を出せ。一騎打ちだ、こうなりゃな。
どんなもんじゃい。これだ。オッケー。あ、バレた。火薬だる。火薬だるを破壊しろやって。あ、やばい。いらんことすなお前。静かにやれ言うてるやろうが。まずいか。やばい。火薬だるってどこやろう。火薬だる。あ、これや。あ、絶対これやん。これやな。うわ、これでもまたあれやん。あの豚みたいなの作るやん、これ絶対。このまま破壊できるんかな。長押しててんか。オッケーオッケー。で、ひっ、おお、あー、ボス戦か。いや強そうやけど、めっちゃ防御力の差ありすぎやろこれ。めちゃめちゃまとってますやん。わ、かっこいい。ドガー隊長。え、強っ、え、強っ、え、強い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 。ドガー隊長強いって。いや、やばい。強い。ドガー隊長、いや、そんなやらんでもええやん。隊長、ぬりゃー、死ねー、ふりゃ、うん、はっ、そりゃ、やばいか、うん、ふん、はっ、おっと、危ない。カウンター取りたいな、これ。やばい。おっと、何、クソ、2回連続攻撃こいつ。回復、よいしょ、いやっ、いやっ、危ない危ない。2回攻撃やんなこいつ多分。今だ、ガードガード、ふんふん、よっしゃー。今なんて書いてた？あと2体倒すかなんかで。あら、あ、解放されたんかな、ここの砦みたいな。おお、ふきふきしてる。まさか。おお、復興。やるじゃん、ジーン。さすがだぜ。おいおい、お前。おお、来た。何？浮世草。草。お。技量。得した。消費すれば、新たな技を解得で、あ、得得できると。技量を獲得していくことにより、あ、守りであったりとか、この攻め。の時のコマンドが増えるんや。だ、攻めやったら転がって攻撃を回復すると。今まではシュッてステップで避けるだけやったけど、丸々で回転。あと火のついた体ちゃう。体について避けするとか。あ、なるほどね。
はい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 。守り。ダメージを受ける寸前に攻撃を弾き切り返す。あ、カウンターが。カキーンってやって。あ、こっちの方がいいかもな。とりあえずこっちちょっと、得得してみようか。なるほど。得済み。で、これでどんどん下にも行くことができて、どんどんその、だから技量を獲得していけば、していくほど、主人公は強くなると。だからやっぱりこういうサブミッションをやっていくべきやね。うん。うんうん、これで、お、あ、なるほど。今ってマップはこうやって白塗りになってるけど、こういう風に解放っていうんかな、どんどん救出していくとこういう風に地図が完成していくみたいやね。だからこの地図が全部表示されれば、もうこの地域は完全に自分の領だよと、そういう感じになりそうですね。で、こうやって、町の人もどんどん戻ってきて、うん、復興に向けて作業してくれてるみたいですね。まあ、とりあえず、じゃあ、この地は、ひとまずこれで、解放しましたよと。そういった感じですね。いやー、これはだいぶ奥が深いなー。いや、いいっすね。でも、こうやってなんか、ちょっとずつこう、なんていうんやろうね。自然、こう、ちょっとずつ、なんやろ、街並みが回復して自分の陣営が増えていくっていうのはいいですね。うん、どんどん対馬を取り戻していきましょう。うん。